長領、学信、利天、将来の奮戦により合皮は守られた。その後幾度かの戦闘の後、曹操と孫権は和議を結ぶ。合皮を含む幼州の混迷は双方を疲弊させるだけとの判断である。その一方で劉備は破食の地で着実に足場を固めていた。合皮での戦より3年、劉備は満を持して漢中へと進攻を開始。他方慶州では関羽が軍を展開、漢中との連動は致命であった。漢中を失えば長安までが危うい。しかし慶州の関羽も脅威。熟慮の末、曹操は自らが有する思考の力をそれぞれに差し向ける。漢中を託したのは乱世に立ってよりの腹心夏侯淵だった。夏侯淵、そして長江、王位が不退転の決意を胸に帝軍山に立つ。激戦の予感に漢中の峰々は静かに震えていた。今回の戦は父さんが見てるのか。俺うまく戦えるかな。ま、大丈夫か。俺には父さんのくれた鎧も逃げ足もある。あの男もこの峰々を見ているかしら。もしもそうならばどれほど嬉しいか。会いたいわ。会ってその瞳に絶望を映したい。敵の先方は甲冑らしいな。天下随一の弓取りなんて評判だ。って俺と被ってるじゃねえかよ。面白くねえ話だぜ。私は常に半死半生。どうぞご心配なく。この地の要所はここ帝軍山と天刀山。これらの守りが戦の要です。敵も当然これらを狙ってくるでしょう。それを何としても。分かった、もう喋んな。まあ俺に任せとけって。心配ない、もう少しで援軍も来る。それに今回は長江やうちのせがれもいるしな。おお、夏侯波殿との出陣とはなんと喜ばしいことでしょう。ああ、実はちっと楽しみなんだよな。勝ち戦を魚にせがれと一杯なんてよ。んじゃ、ま、行ってくるわ。漢中の峰々、無粋な方には渡せません。この超信頼が華麗に追い散らしましょう。来やがれ、お前なんぞひとひねりだ。美しい。
隊が華麗に打ち取りました。俺らはあそこを狙うぞ。役に立つとこ見せとかないとな。迷いのない戦ぶりです。そのお力時に羨ましく感じます。曹操の先制同盟、この
略試させてもらおうか。また巡り会えるのに。マチョ、これこそ思考。お前を逃がさないわ。再び戦場で相まみえるとはな。お前を立つという馬なら容赦ません。木のやつら案外しぶといじゃねえか。よし、この俺様が蹴散らしてやら。この撤退は筋書き通りです。